キャットオレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、ずいぶん前に、投稿いたしました、メイドインジャパン日本製の、大和科学、工作シリーズ、大和、三極モーターの、三極モーターを投稿しましたんですが、実は、このモーターを組み立てて、終わりというわけではなくて、まだ続きがございまして、理科の授業とかで子どもたちにモーターを作成させて自分で、その後今度はこのモーターを作ったモーターを用いて、このキットの中にはタイヤやギアボックス、ベース、バッテリーボックス等がございますので、自分の作ったモーターを乗せて自動車を作って、そして走らせて遊ぶという、これが一連の流れというか授業となっております。こちらがパーツリストと、組み立て図面です。早速、組み立てました。全体の姿としては、このような姿になっております。真上から見ますと、このような姿をしております。これが歯車の状態です。では、早速走らせてみます。スイッチ。こちらで、ゴー。こちらでバックとなります。では、走らせます。今度はバックです。この模型、モデルにディファレンシャルギアがないので、こういうふうに、片方を止めると、こちら側も止まってしまいます。モーターが動いたときに、こうやって止めてしまいますと、モーターや、エンジンなどに負荷がかかって、最悪の場合は故障の原因となります。ではもう一度、以上です。 Thank you。